ここは坂道だからね。大仏さんの横、うるさいおっさんがね、でっかい声でくっちゃべり始めたから。チンコでも飲ましょうかね。チンコ、おチンコ。あ、葉が生い茂るとやはり全然こっから見えないんだよね。大仏さん、冬場は葉がほら落ちちゃうから見えるんだけどね。今は見えません。こんな状態です。この奥にいるの、その石碑の後ろに見えてるんですが、見えない、取れないってことだ。話引っ張って歩ってんだよ。話引っ張って、よし、どうしようか、どうしようか、この子で取るか。線香あげてるとこね、線香あげてるとこ取るか。よよ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 、開いて、よいしょ、うん、うん、開いて、で向けて、あ、ここだと映んねんだ。だいぶさん映んねんだ。この辺に来ないとだいぶさん映んねん。この辺まで来ると大仏さんが映る。まだちょっと邪魔だな。ここ、この辺、この辺ここ人が通るからね。ちゃちゃっと通るね、ちゃちゃっと。火が強いからね、火傷しちゃうね、下手すと。入れて、線香をこれどうやって出すかな。こぶっ込むしかないだろうな。おじゃ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 、今日はたくさん人が来ているから線香すごいです。線香だらけです。列車のはどこ行きましょうか。どこ行きましょうか。映ってる。端っこへ行きましょう。ズボ。倒れちゃダメよ。はい。立たないね、ちゃんと。あ、ダメだ。立たない。なんで倒れちゃうよ。よし、立ちました。ちょっと映ってなかった。ここら辺に置いたらだいぶさ映ってる。顔だけ映ってるね。邪魔に線香あげました。はい、だんだん、はい、してる。これごちそうさま。ここです。はい、OK です。これね、この縁目いっぱいでいくとなんとかかんとか映るのよ。あれ、8だと暗いね。鉢つけると暗いね。これぐらいで行かないとダメだね。縁を利用して、逆さに撮るよ。逆さ。あ、どうぞどうぞ。
そこ入りませんから大丈夫ですよ。よいしょ。OK。ギャラリーは映しませんからね。ちょっと後ろ姿、頭のここら辺がちょっと映ったかな。そんなもんです。さあ、これ撮れなくなっちゃうのね。撮れなくなっちゃうのこれ。これ何これ。しょうもないねこれ。撮れなくなっちゃうの。撮れた。なんか刺された感じする。ここかゆい、かゆい。応援ちゃんちゃこりんに切り替えよう。あそこの奥誰もいないとこ行って、大仏さんの後ろの方回って、ちょっとお椅子を出して、休憩取らないとダメだ。死んじゃう。休憩取らないとダメ。ああ。ちび地蔵さんの数がものすごく増えた。いっぱいいる。あちこちにいっぱいいる。そこにあった亀も移動して、すっきりしてる。ここに亀がいっぱい置いてあったのよ。あとあるでしょ。亀。亀じゃないよ、亀。ここでちょっとお椅子出してね。すいませんって、すいません、ごめんなさい。こんなとこで隠れて。いやいや、こうし腰が持たねえんだよ。ちょっと休まないとダメだ。腰が持たない。早いべ、早いべ。素早くこうやってお座りできるからね、この椅子は。はい、ちょっと休憩、はあ、すいませんね、すいませんね、ごめんね。腰が持たないからさ。